そんな空想を毎日描いてる。やめる朝のアトリエ常闇の女王。空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら、私はライザリンシュタウト、通称はライザ、なんてことない農家の娘。私は今日も京都で屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために、歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて、お父さんが毎度わかってるよ。そんなことより見てよ、ほらまた。せっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。うん、来る途中ボースとランバーに見つかってさ。あいつら威張り散らすだけならまだしも、村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな。村の奴らはそりゃ誰も逆らえねえよ。やめやめ、こんな話。今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。し、怒るライザに触るな。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か。は？その商人の到着を私たちも見に行くのよ。どうせ対岸の船着き場で長々と手続きするんでしょ。外の商人か。
私たちも行って。え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ。今日の議題は何だった？ああ、なんか火がついちまったな。冒険計画なんだから、まずじっくり計画を立て。船着き場に行って、こっそり小舟を借りて、対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ、こうなれ腹をくくって付き合うしか。さあ、だらだら話してる暇も惜しい。待ってよライザー。待ちなさいライザー、またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。何もしてないよ。それじゃね、レント、タオも早く。失礼します。しまーす。こーら、たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。
コップね、コップね、コップねがあれば対岸まではひとっ飛び。お前な、簡単に言うけど分かってんのか。小舟をこっそり借りるだけでも大変だぞ。そうだよ、特にアガーテ姉さんにだけは絶対に見つからないようにしないと。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配は終わっているな。モリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象が大事とか。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす一環か。船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい。確かに守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場にいるのも当然だな。島の外への冒険もいきなり頓挫か。諦めてなるもんか。奥の手？もう諦めて帰ろうよ。いや、このまま帰ってもお母さんに怒られるだけだもの。それならせめて冒険しなきゃ。どういう理屈だよ。こっちよ、二人とも。アガーテ姉さんに見つからないよう、こっそり急いで。どこへ行くのさ。この前、家の近くで秘密の船着き場を見つけたの。まさしくこの日のために用意されたような場所よ。は？ならなんで最初から。いいから早く。どう？